こんにちは、すのこです。マリオ&ルイージ RPG ブラザーシップ続きやっていきましょう。さあ、捕まえられちゃったねえ、カップルの行方は捕まっちゃったのかな。本当に助けに行こう。今回でじゃあ見事なんか謎が解けたらいいんだけど、ここから出してください。み監視さん、お願いです、出してくださいませ。ダメです、あなたは永遠にここから出ることはできないのです。この縛れるのスイートパラダイスからはね。もう縛られたらなんだよ、監視さんごっこ、捕まりごっこしてんの中で。おや、皆さん飛んだことになってしまいました。せっかくなので監視と囚人ごっこで気を紛らわせていたのです。なあ、本当に2人が電球魚の卵を盗んだのか。違います。事件の前日、確かに僕らはイケスでのデートを楽しんでいました。電球魚を見て笑うあっちのの笑顔を僕は一生忘れないでしょう。縛れるったら電球魚が跳ねて水がかかって、いやそれはもういいから、僕たちは本当に何もしてません、どうか信じてください。そもそも駆け落ちは身の上、目立つようなことはしたくありません。だとすると嘘をついてるのはあの秘書ってことになるけど、秘書さんは僕らをここへ閉じ込めた後地下の先へ行ったようです。大事な用があるから誰も入れるな、確かにそう聞こえました。秘書さんはこの地下室の扉のスペアキーをガードマンへ渡していました。ガードマンさんはスペアキーを預かった後地上へ戻っていったようです。そうだな、オイラたちも地下室の先へ行かないとな。地上に戻ったガードマンと話してスペアキーを貸してもらおうぜ。今度はガードマンを探しに行くのか。あ、いた、よお前らもお役ごめんか、犯人が捕まってよかったな。何、まだ調査したいから地下のスペアキーを借りたい。ダメダメ、絶対ダメ。地下の奥で大事な用があると聞いてるんだ。部外者に貸せるわけないだろう、クビになるよ、諦めてくれ。そこを頼むよ。何、真実のため、真犯人逮捕のためだって。正義のためだと。そういうの嫌いじゃないぜ。なぜなら俺は正義を愛するガードマンだが、このスペアキーを貸すというのは俺にもそれなりの覚悟がいる。俺の最後の挑戦をクリアしてお前らを信用させてくれ。お題はたった一つ、俺の弟から情報を手に入れろ。お前らだから言うが、実は俺の弟は事件の目撃者なんだ。だが誰にも言うなって言ってやる。理由は今は言えんがな。弟を見つけ出し情報を手に入れろ、それが俺からの最後の挑戦だ。なんか情報屋がいるっつったよな。俺は地下室の前で、入り口の前で待つ、準備ができたら声をかけてくれ。なるほど、なんか明かりを灯っちゃダメって言ってなかったっけ。噂好きの連中なら何か知ってるかもしれないよ、ちょっと話をちゃんと聞こう。最近西側のどこかの街灯の下に情報屋が現れたらしいわ。一体何者なのかしら。多分街灯を消して現れてるって感じなのかな。この下あたり怪しいが、ちょっと一回消してみよう。はい、あ、出た。暗闇のベールがこの島を包む。さあ仕事の時間だ。ちょっとかっこいいじゃん。誰、こんにちは。お、ちょっとかっこいい。私はこの島の情報屋、君たちからは情報の匂いがするね。何か聞きたいのであれば私が喜ぶものを差し出すのだ。情報屋が喜ぶもの、なんだろう。あ、事件ノートとかどう。情報屋だもん。そうだ、なかなかの上物の匂いがするぞ、早くこちらへ。合ってたみたい。ふんふん、ほうほう、これはなかなか情報がたくさん。あの島民がそんな話を。ルイージが居眠り、どうでもいいわ。の書の日記だと。あ、これは非常に興味深い。
知ってるものもあったがなかなかよくまとまっていたな。さあ私の知ってることを教えてやろう。ガードマンの弟は？あの堅物のガードマンの弟か。よく見かける場所なら知ってる。レストランちょうちんあんこでたまにアルバイトしてるみたいだぞ。あそこか。魚のちょうちんあんこみたいな建物だ。電球魚の料理がうまいぞ。弟はガードマンとそっくりだからいればすぐにわかると思う。私の知ってることは、よそ者カップルは、秘書にしょっぴかれた連中だな。あれは 99% 白だろ。のっぴきならない事情があるらしいが、島に来たタイミングが悪かったな。本当に犯人ならのんきにデートなどせず、なんとか島を出ようとするはずだからな。ここだけの話は、ここだけの話だが、事件のあった日見たんだ。見たこともない怪人を。2人組で片方は手に何かを持っていた。それが何かまでは分からなかったが、絶縁体ってやつか。突然態度が変わってしまった連中、消えた電球魚の卵、何か恐ろしいことがこの世界で動き出している気がしてならないんだ。私の知ってることなら何でも教えよう。ありがとうございました。真実はいつもヒゲとともに。さあヒゲの同志たちよ、グッドラックだ。情報屋なのに探偵みたいだね。よし、じゃあちょうちんあんこの お店行ってみよう。ここだよね。やっほー。あいた、こっち。前何にもないじゃんって言ったとこだね。おい、なんであんなところに調味料が置いてあるんだよ。どうやって取れって言うんだ。まったく。おい、なんだお前たちは。見ない顔だが俺に言おうか。とにかくここは狭い。棚が落ちる前に場所を変えよう。なるほどな。電球魚の卵事件の捜査中というお前らの事情は分かった。それで兄から俺が見た話を聞いてくるよう言われたというわけか。事件があった夜のことだ。この店で出す電球魚を取りに俺は池へ行ったんだ。その道中、大きな瓶を抱えた誰かとすれ違ったんだ。お？誰ですかそれは。そいつの顔を見たかって。残念ながら暗くて見えなかったんだよ。がっくり。だがほんの一瞬、月の光が差してメガネが光ったのが見えたんだ。この島でメガネをかけてるやつは一人しかない。わかるだろう、秘書だ。おいら事件ノートにメモしたからバッチリ覚えてるぞ。この島でメガネをかけてるのはあの秘書だけだ、間違いない。そう考えるのが当然だな。兄には誰にも言うなと言われたが、きっと何か考えがあるんだろう。兄に会ってくれたらいい。もう秘書がますます犯人の香りがするが、結果はどうでしょう。その顔はどうやら弟に会えたようだな。事件ノートは情報屋に取られちゃったけどな。弟は事件の夜、イケスの近くでメガネをかけたやつを見たらしいな。そうだ、俺はそれを聞いてすぐに秘書さんが怪しいと言うんだ。だが秘書さんは俺の雇い主。もし彼が捕まれば今月の給料が。そんなことを考えてしまったんだ。俺は正義を愛するガードマンなんかじゃないんだ。間違いないな。そうでもないんじゃないか。だってあんたはオイラたちに何度もチャンスをくれただろう。本当に悪いやつだったらきっと地下室だって入れてくれないだろう。心の中では事件を解決したいとそう思ってたんじゃないのか。なんというお人よしの兄弟と豚なんだお前たちは。豚じゃないっつーの。よし、わかった。最後の挑戦、お前らの勝ちだ。お前らなら心から信用できる。どうか事件を解決してくれ。スペッキーを貸そう。やったな。どこにしまったっけな。すーり、あー、あ、え、どうしたの。スペッキー見つかったか。え、ダメー。何がダメ。
どうした？お前らなんかにスペアキーを貸すわけないだろ。急にどうしたんだ？オーラたちなら信用できるって。他人を信用するだと？そんな気色の悪いことよく言えるな。こうしてお前らと話していることがすでに嫌で嫌で嫌で仕方がないんだよ。おかしくなっちゃったよ。島のおかしくなった連中と同じだ。でもなんで急に？俺は俺以外のやつと一切関わりたくないんだ。嫌だ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 。早く一人にならなきゃ。なんか音、あ、スペアキー落としたんじゃない？あ、大丈夫よ、ルイージ。大丈夫だよ。危なかった。落ちちゃうとこだった。お、これはどんな取り方だよ。地下室のスペアキーだ。プラグになってる。かわいいね。ちょっとルイージにぶつかって鍵を落としていったぞ。おかげで地下室をさらに調べられるな。だからどうもおかしな感じだ。気をつけていこうぜ。よし、これで全部を調べることができそうだね。早速じゃあここも開けれるのかな。おお、いいじゃない。あ、これは出てきた。わしは電球島のカブジーじゃ。えらい景気よく引っこ抜いてくれたの。そのヒゲのツヤのなさ、要するにあれじゃろ、ストレスってやつじゃろ、溜まってる感じじゃろ。張り切って叩いたブロックのコインが少ししか出なかったり、余裕で倒せると思った雑魚敵相手に思わぬ苦労をして小さなため息をついたり、おっちゃんくらいになると思うね。そういうの分かるの。分かるけどね、寝る前にうまいもんでも考えとけ。なんだかんだ言ってね、つまらんことより楽しいことを考える方が絶対にハートにいいよ。頭をハッピーにしてから寝れば明日はちょっとだけ良くなるから。電球島のカブ G が言っとったこと心にメモしていてな。それでは最後にストレスとかけてたまった洗濯物を届きます。なんだろう、その心は。どちらもとっとと晴れてほしいでしょう。ヒュー話かぶってたらごめんね。ごめんねごめんね。よし、ここなんかありそうじゃない。よし、ハテナブロックがあるね、向こうに。いよ、ワンナップキノコでした。これだけか。よし、牢屋からも出してあげちゃおう。はい、やっほー。ハンスさん、どうかアッチーノのことは忘れてくださいませ。いずれはここを出ていかなくてはならない身の上なんです。おやおや、そんなことを言う可愛いお口はどのお口でしょうね。これ以上可愛いことを言わないようにしっかり僕が見てあげないとね。もうバレる、縛れるったら。バヨーン。お慕いしておりますわ。すいません。まあ、なんと牢の扉が。助けていただいてありがとうございます。それに僕たちのことを信じてくれて、バードマンさんからスペアキーを貸していただけたのですね。これでここから出られる。本当にありがとうございます。よかったね。こっちは、へい、あなた誰？すみません、もう絶対悪いことしないっす。変なカップルのごっこ遊びを一日中聞かされる系はもう勘弁っすよ。だいぶ反省したようですね。よし、ここも開けれる。待てよ、こっち側行ってなかったな、そういえば。これ、へい、よし、これでいけるね。おーい、ここに、そうそう、あるんですよ。へいへい、ワンナップキノコと50コインでした。いる？なんだこれ。入力する暗号を忘れた時のみの、この先の扉は2人組でしか開けられないよ。2人で力を合わせて全ての番号が順番につながるようにパネルを踏むこと。島の王者ローデン。はあ、なんだここ。なんか当たりました。スーパーキノコと50コイン。ここはなんだ？はい、そう、こういうこと？5。
頑張って。あ、待って、もう早っ。あ、最悪。1、8、9、よっしゃ、できました。なにもらえる？スーパーシロップ。これなんだ、これえ、それで状況は？すでに何名かの島民に絶縁体の照射実験を行いました。よしよし、予定通りだな。ゾケット様にもいい報告ができる。他の島についても同様に進めてまいります。いずれはあの目障りな船島の連中も。おい、何してんだよ。おっと、こんなところでごきげんよう。だがこのボルドー様は忙しい。お前が相手しろ。ただし油断はするなよ。はっ、弱そうだが、こいつにでもさっきやられてたよな、全体。あ、結構いらっしゃる。ああ、強い強い。ちょっと待って、まずい。あ、いた、やばい。ああ、マリオ。嘘だろ。嘘、やられたぜ。やばい、これ強い相手が。勝手にキノコを、まずはこれがっつりもうブラザーアタックで一体やっつけないとダメだな、これ。ゴー。はいはい、腕でせい、やじー、クルリンパ。くそ強い。よし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 、あぶね。これがポンと、うわうわ、2回目投げてくんの、やばすぎやろ。いって、全部当たってる。勝手にキノコ。あ、プラグ抜けちゃった。これもちょっとブラザーアタックでやった方がいいね。サンダーダイナもやっぱりあれだね、あの、はい、ちょっと待ってね。よし、ギリギリまでやった方がいいみたい。これでも属性的にどうなんだ。まあまあまあ悪くなさそう。これはさすがにもう大丈夫でしょうね。はいはい、パコーン、よっしゃ。あー、危なかった、びっくりした。まだ来るか、大丈夫。はいはい、よっしゃ。イエーイ、カシブラとカチベレタトポル。ああ、様子のおかしくなった島民はあいつらの仕業だったんだな。今回の卵事件とは関係がなさそうだ。あ、そうだ、秘書はどこだ。見つけて話を聞かないと。いて、あれ、誰か、誰かいたぞ。あいつどっかに隠れてたんだな。卵を抱えて逃げてったぞ。やっぱり犯人だったんだ。今の秘書だった。島からは出られないはず。探しに行こう。不定野郎だぜ。待てー。あれ、あ、ここ。秘書が思いついた顔で階段を駆け上がっていったんじゃが、何かあったんか。こっちにいるんか。いつも取り乱すことない秘書さんが慌てた様子で外へ。なんだ、あった。へい、スーパーナッツ。
こっちから外行ったの？なんだなんだ？おい。お。来るな。来たら卵ごと海に飛び込むぞ。いやいや、それはやめてよ。誰だって間違いはある。待つのじゃ。ああ、ちょっとだけ待ってくれんかの。ローデンさん、すまんかった。私はお前が憎かった。お前をオサの座から落とそうと私は。ああ、分かっておる。悪いのはわしじゃな。お前が このような事件を起こしたのはわしへの当てつけじゃろう。気づいていたが言えんかった。責めることも咎めることも。それがお前を余計に追い詰めたんじゃな。わしは本当に悪い父親じゃ。父ちゃんだったんか。父さん。息子よ、こんなわしを父と呼んでくれるのか。父さん。息子よ、息子よ。バカバカ。積年のお前、お前だってわしのおやつをこっそり食ったろうが。自分でおやつぐらい用意しろ。なんじゃこ。あー、すっきり気が晴れました。さあ、僕を牢屋に入れてください。待ってくださいよ。電球魚の卵は無事に帰ってきました。秘書さんはこれまで通り仕事をしてくださいよ。島のみんなのためにも仕事をしてください。でも私はろくに働かないローデンさんの分まで働いて罪を償ってください。犯人は謎の怪人だった。それで良いのではないでしょうか。皆さん、ありがとう。本当にありがとうございました。これから一層島のために尽くします。皆さんのお役に立つようにせめてもの罪滅ぼしです。どうりでなんかすごい悪いやつかなと思ったけど、そうでもなかったもんね。わしの立場はなくなったがの。まあ、もう世代交代じゃ。地下室に行ったら連中の話ですか。すいません、隠れていてほとんど聞こえず。まあ、済んだことは気にするな。ポジティブが一番じゃ。 あんたが言うなっての。さあ、島をつないでくれるんじゃろ。見ての通り、これが島の灯台じゃ。 OK。その前にと、はい、お願いね、ルイジ。よし、あとこれ。ほら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 、コイコイン。よし、あとはないね。じゃ、つないじゃおう。これをつなげることによってどっかまた海域が広がるのかな。今全然行けないんだよね、他のとこは。ピッカーン。ピッカリン。おでこのメガネピカピカピカリン。よし、ちょっとまたすぐに行ってみるか。行ってない場所があるかもしれん。よし、電球島がつながりました。成長してる。光ってるだけ、ピカピカ。なんかでっかくなってんのかなと思いきや、そうでもなさそう。
おかえりなさい。電球島はどうだった？え、そんな事件が？でも無事解決できてよかった。ねえ、待って、縛れる。あ、電球島からお客さんだ。こっちだよ、あっちの。案内してくるね。ラブラブカップルがねえ、案内されました。さて、これで行ける場所がでも別に増えたわけではなさそうだな。こっちに何かイベントが起こるあれがあるのかな。お、え、お二人はそんな関係なんですか。マリオさん、ルイージさん、このお二人婚約されてるんですって。愛する人と駆け落ちなんてロマンチック。でも大地がバラバラになってしまって心配じゃないですか。そうですわね、やっぱりちょっと気になります。とても大切なあの場所。あの場所ですか。寒暖というところです。確かに寒いと暖かいで寒暖だね。僕たち2人が出会ったとても大切なところなんです。氷の山とマグマの山の間に2つの村があって、イテール村とホッカホ、ホッカホ村があります。残念ながら2つの村はとても仲が悪くて、互いにどちらの部族が上かいつも競い合ってるんです。あっちいの、縛れる。私やっぱり寒暖のこと分かってるよ。え、僕たち2人が出会った大切な場所なんだ。仲が悪いままにはしておけないよね。分かってたんですのね、なんてシンパシー。あっちいの、縛れる。なんか2人の世界に入っちゃった。でも次に目指す島は決まりね。行こう、あっちの寒暖へ。縛れる。私たちの思いを伝えればきっと何かが変わるはずですわ。これで、あ、これでいけるようになるんだね。指し示してくれ。ビヨビヨーン、ピコーン。生き物みたい。上の葉っぱがこれで取れるようになるんだ、そこが。なるほど、途切れていた海流がつながったぞ。またツリーが綺麗だったね。あっちの綺麗でしたわね。よし、新しいサブエピソードも来てるし、こっちも行ってみよう。旅レッタに家で息子、これちょっと次回やれたらやっていこうかな。さあ、ちょっと一回戻って何があるか行ってみましょう。電球島、残りのコネリーを捕まえとこう。あー、まだ絶縁体のやつらはまだそのままなんだな。よし、プラグ作れるようになったよ。これもこれも行こう。おーい、さてこっち下にもあるぞ。なんだろう。あ、宝が出てる。ハート豆。こっちから上に行けるようになってますね。おーい、事件が解決してもいつもと変わらずここでイケスウォッチングさ。はい、よし、お待てー。よし、これで一応溜まったね。で、向こう側がまだ行ってないと。ここだ、こっち側にできてる。お、びっくりした。すごい、なんか適当にやったらあった。隠し海流、え、隠し海流だって。こっちに隠しの島があるんだよな。あ、またできてる。イエーイ、ヒゲ豆。よし、一旦船島戻りますか。ちょっと見せてもらおうか。なるほど、ここに海流がありまして、え、すげえ先まで行けんじゃん。恐竜島に接近中。これが昇竜島な。発見、ハンボア島。これまあちょっと後で行くとして、
なんかめちゃめちゃ行ける場所ある。ちょっと待って、こっち行って、この階、このあれ欲しいな。あれあれとかこれとかしか言えないけど、岩礁ありそう。よし、これかな。じゃあファミリージム、ファミリーはようやくこれで半分か。さらにこっち下も行きたいが、え、さらに漂流島あんの。ビット島、これも次回行きましょうね。ほい、これか。あれ、ダイエットカブジーは、カブジーのとこありました。さあ、一応岩礁自体はパッと見なさそうだね。あとここぐらいか。よっしゃ、はい、ということで、じゃあ、そうだ、岩礁の何かもらえるんではないでしょうか。結構見つけたんでね。ムフ、新しい岩礁見つけてくれたね。これを受け取って、コレクタースピードグラブ。なんだそれ。これまでに発見したのは11個だよ。あと4個でお礼するからね。また当分岩礁であれだね、もらえるものは当分先ですね。持ってるバトルプラグが多いほどスピードがアップ。なるほど、スピード速くしたい時にいいかもしれないね。はい、ということで、なんとかね解決することができました。次回はですね、ちょっとサブエピソードをいっぱいやりつつ、ちっちゃいね、島にどんどん行ってみたいかなと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは、土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。